こんにちは、G 棟の試験です。ジャイアンツは今来季に向けて秋季練習の真っ最中です。来季ぜひとも優勝してもらいたいんですけれども、そのためにも今季の振り返りは必要かなと思いましたので、ちょっと遅いんですがジャイアンツが優勝を逃した原因を考えてみたいと思います。もちろん優勝を逃した理由っていうのはたくさんあって、全部が複合的に絡んでいるとは思うんですけれども、その中からとにかく優勝を逃した原因3つを試験で述べたいと思います。今回のレジュメです。原因1、中5日作戦。原因2、やっぱりあの試合が分岐点。原因3、あの選手をトレードしたこと。最後にまとめという形でいきたいと思います。では早速見ていきましょう。原因1、中5日作戦。宮本前投手チーフコーチが提案した先発投手5人を基本的に中5日のローテーションで回すという戦術です。この戦術、9月1日の菅野投手からスタートしています。作戦がスタートする前の8月31日の時点で貯金14で首位だったジャイアンツは、このあと10勝25敗8分け借金1でシーズン終了しています。この戦術が失敗に終わったのは一目瞭然ですね。私は先発投手5人でローテーションを回すという戦術自体は必ずしも否定されるものではないと思っています。今回失敗してしまったのはジャイアンツの先発投手陣がこの戦術に適応できるだけの能力がなかったからだと思っています。先発5人ローテに関しては別の動画で試験を述べてみたいと思います。9月の半ばぐらいにこの作戦が今のジャイアンツでは機能しないということは明らかだったので、優勝戦線に踏みとどまるにはここで方針を変えていればなぁと、今となっては思います。首脳陣の判断ミスということは否めないと思います。原因2、やっぱりあの試合が分岐点。あの試合というのは皆さん予想はついていると思いますが、9月5日甲子園での阪神戦です。この3連戦の前に首位に立っていたジャイアンツでしたが、9月3日4日と連敗し、首位を阪神に明け渡していました。この試合は6回表を終わって6対0とジャイアンツがリードしていたんですけれども、その裏に坂本選手を下げてショートに若林選手を入れます。その若林選手のタイムリーエラーからこの回4失点。続く7回にはショートに廣岡選手を入れるのですが、その廣岡選手がまたエラーをして結局同点に追いつかれてしまいます。9回裏サヨナラのピンチを防いで引き分けに持ち込んだ試合だったんですけれども、限りなく負けに近い引き分けに感じましたね。この3連戦を2敗1分けにしてしまったことも痛かったんですけれども、坂本選手を引っ込めた結果追いつかれたというのが試合の結果以上に大きかったんではないかなと思います。この試合、阪神の攻撃を4イニング残して坂本選手を引っ込めた原監督の采配に批判が集まりがちです。私も試合を見ていてちょっと早いかなとは思いました。でも原監督はここで少しでも坂本選手を休めたかったんだと思います。坂本選手は開幕から故障で休んだ期間はありましたけれども、オリンピックを含めてずっと出ずっぱりでした。ショートという負担の大きいポジションでもありますし、持病で腰痛を持っていたということもありますから、休めるときはなるべく休ませたいというのは監督も坂本選手本人も考えていたんだと思います。ところがこの結果です。この試合で明らかになってしまったのは、ジャイアンツは坂本勇人選手がいないと勝てない、坂本勇人選手の代わりを務められる選手がいないという現実が明らかになったことです。シーズンを通して坂本選手の代わりを務められる選手がいないというのは、これは誰の目にも明らかなんですけれども、一つの試合の中でも坂本選手がいなくなるとチームがガタガタになってしまうという実例がこの試合でできてしまいました。この試合以降、試合終盤で坂本選手を休ませにくくなってしまったっていうのがありますよね。結果として10月に入って疲労が蓄積した坂本選手は
打撃成績を大きく落としてしまい、巨人打線が頻打に苦しむという状況になってしまいました。この9月の試合は勝ちゲームを引き分けたことよりも、坂本選手の代わりに入ったショートストップが守備固めとして機能しなかったということの方が大きかったと言えます。ショートに入れたのが若林選手ではなく増田大輝選手だったら違っただろうなぁとも思いましたが、ダイソーのスペシャリストをあの場面で守備固めには使いにくかった展開かなぁとも思います。原因3、あの選手をトレードしたこと。あの選手とは住谷銀次郎選手です。ジャイアンツは住谷選手を7月5日に楽天イーグルスに金銭トレードで放出しています。住谷選手の出場機会を増やしてあげたいという球団の親心もあったと思いますが、ジャイアンツとしては主戦捕手を大城選手、抑え捕手として小林選手、この2人でいけると判断したんだと思います。結果論ですが、これが大失敗でした。チーム状態がいいとき、投手陣が好調のときは大城選手、小林選手で全然良かったんですけれども、崩れ出すと2人では止められませんでした。特にビエイラ投手ですね。無失点記録を続けていたときは自信満々で良かったんですけれども、リリーフに失敗をして自信を失ったときの立て直しができませんでした。9月以降のビエイラ投手は去年までのビエイラ投手を見ているみたいでしたね。もちろんビエイラ投手のケアに関しては投手コーチの責任もあると思いますけれども、マウンド上でボールが暴れている状態のときはもうキャッチャーしかフォローができないので、こんな時に住谷選手がいてくれたらなぁと思ったことが何度もありました。またビエイラ選手以外では、後半戦に勝ち星が伸びなかった戸郷投手も、昨年は住谷選手とバッテリーを組んで勝ち星を積み上げていたので、夏場以降に1試合でもバッテリーを組む機会があれば、まあ、また違ったリードなどで成長の機会が得られたのかもしれないなと思います。以上3つが地位等の試験が考えるジャイアンツが優勝を逃した大きな原因です。総じて言えることは、首脳陣はもちろん、ジャイアンツファンも選手たちがもっとできると考えていたのではないでしょうか。先発投手陣は失点を抑えてもう少し長いイニングを投げられるのではないか。坂本選手を休ませられるくらい控えの選手は結果を出してくれるのではないか。住谷選手がいなくても、捕手陣はしっかり投手陣をリードできるのではないか、こういうふうに思ったんじゃないですかね。2年連続セリーグ優勝というおごりがあったのかもしれません。だからこそ秋季練習で原監督は個々のレベルアップを掲げてそれを求めているんだと思います。このオフシーズンにレベルアップして来シーズンにジャイアンツの選手たちが活躍してくれることを期待しています。ご視聴ありがとうございました。